今日は2年以上トラック生活をした集大成として11月に発売された2つの雑誌の撮影の模様を公開。2大ハウスネオテラが出来上がって数ヶ月、こんなにもフォアの声をいただけるようになりました。何の雑誌に載ったかは動画の一番最後にお伝えしますので、最後まで動画見ていってね。おはようございます。おはようございます。さあちょっと森の中を走ってる感あるけど、一旦何してるんですか今？まさに森の中走ってる。ちょっと今日はね、超大事な撮影なんですよ。うん、まあ、いつもさ、僕ら撮影って言ったらもうかなり撮影するけど、今日は雑誌撮影なんですよ。おお。YouTube とか動画とかね、インスタの撮影とかじゃなくて雑誌です。雑誌ですか。雑誌ですよ。雑誌。これまでもさ、僕ら結構いろいろ雑誌載らせていただいてたけど、でもなんかそれっていろんな、なんかどこどこで参加してみたいな感じだったじゃん。うん、今回は僕らのページがあるんですよ。僕らのページあるんですよ。嬉しいですね。数ページにわたっては僕らのページができるみたいで嬉しい。はい、ありがとうございます。ね、本当ありがとうございます。皆さんのおかげです。ね、本当ですよ。ありがたいっすね、マジで。それで撮影に来てるんで、まあ、ちょっと撮影の模様をね、通していきたいなと思いますね。うん、ちょっと今日モデルなんで、ちょっと入っちゃってるんで、あんまりこう気やすく、なんかこう、声かけないでもらって。石ちゃん来ました。おい、めっちゃ入ってない。めっちゃ入ってない。なんか笑っちゃったもん。めっちゃ入れてたやん今。めっちゃ入れてたやん今。さあ今日撮影です。今日は湖畔に来ました。湖畔。湖畔どうですか。初めてのこの大きめの撮影。どうなんでしょうか。なんかちゃんとしてますね。ちゃんとしてますね。ちゃんとしてます。ロケハンしてね。はい。でこんな感じでこんな画角でみたいなね。はい。ちゃんとこう。決められた感じで、うん、楽しみです。たくさんのカット割りをね、こう、打ち合わせしてきてくださって、こうメインカットをいろいろ、いろいろ撮っているところでございます。今日のサップはなんか穏やかでしたね。穏やかだったしさ、うん、あれだね、ぬるかったね。湖によって違うね。ねえ。やっぱり。例えば椅子とか、そういうのちょっと。サップは逆、こっち側が。こっち側で、こっち側で。クラウドファンディングも3段構成にしてみたんですけど、内容時で。で、まずはトラックの荷台に段と C の居住スペースを作るっていうのを動画制作。の費用として集めたんです。で、それが、広告にもなります。だから皆さんのその力が広告に変わるし、皆さんと共に作ってるっていうのを僕ら言いふらします。はい、じゃあ撮りますね。いやもうこれ本当自然な感じで、はい、うん、いいので、はい、その感じですね。はい、どう、はい、うん、完璧。完璧ですか？うん。あれみたい。CM みたい。こだわりの作り込みとかをいろいろ聞きたいとして、例えば今釣ってる、はい、モニ釣ってるのはあるんですけど、テーブルレスリング。モニョモニョっていう。そうです。ちょっと雰囲気作り。そうです。おしゃれです。アート文化もアート作品だと思ってるので。まあ、その作品力を高めるために、それはダンサーシーさんのカッティブルですね。そうですね。あー入ってるね。あー入ってるよ。あー入っちゃってる。あーニヤニヤしてきちゃった。はい、感じ。ここダンとお尻。あいつが今日めちゃめちゃまたね、いいモデルしてくれてるから、まあ、なんかモデル今日3人みたいな感じや。ダン、C、
ハンラックヌー。今お届けしたのは夏に撮影された雑誌の模様で、初めて僕たちが雑誌に特集を組んでいただき掲載された雑誌なんだ。本当嬉しかった。なんせこの2大ハウスって僕たちだけじゃなくてファンの方からのクラファンがあってできたお家だから、より多くの露出が本当に嬉しいんです。続いては湖から移動して森を撮影。ちなみにその80万弱集めたクラファンの中で、はい、この これなんて呼んでるんですか。これネオテラっていうモデル名があって、で新しいテラって書いてネオテラなんですけど、でこの中でこれを作るのにどのぐらいお金かかったんですか。あ、もうスクリプトです。新テラができてからはどこまでですか。は、今のところ東北の、はい、青森。あ、そうだ、はい、しないです。これだけもっとそういうことか。どうですか今日の撮影というやらは。はい、なんかもう今はハイラックスっていうか、記者会見できるんですね。記者会見、確かにね、ストロボが パキパキにたかれてるからかわいい、うん、今日なんかすごいファッションもめっちゃかわいい、なんかちょっと恥ずかしいよね。なんで気合入れといて。いや、冬用仕様じゃない。じゃん。それはそのファッション込み込みじゃないんだよな。どうですか、足元は忍者スタイルですけれども。そうだね、足元は前の忍者スタイル、うん、いや、食うな。だから今ん喉おじさんになるんだから食べるなよ。いいでしょ、生くるみだから。クッとか言ってんだからさ、車じゃないや、くるみ食べた後さ、クッとカッカッつって詰まるんだよね、喉に。ちょっと笑かさないで、ちゃんとスピード抑えたんで。